ファトミル・セーディウ、セルビア・クロアチア語、ファミール・セホディジュ、ファイ、1953年10月23日イ、は、コソボの政治家であり、コソボ民主同盟の党首、コソボの大統領、コソボ議会議長を務めたほか、2001年の、コソボ暫定憲法の政策者の一人でもある。任期中の2008年2月17日、コソボ議会は独立宣言を採択し、 セルビアからの独立を宣言した。1953年10月23日に、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、セルビア社会主義共和国コソボメトヒア自治州に属する、ポデュエバシ、ポデュエボシ、パカシュティツァに生まれた。1974年に、プリシュティナ大学の法学部を卒業し、同大学で博士号も取得している。その後、プリシティナ大学の教授として、 議会政治を教えていたアルバニア語、セルビア語、英語、フランス語を話す。アメリカ合衆国国務長官のコンドリーザ・ライスと握手するセーディウ・セーディウは長年にわたってセルビアによるコソボ統治に反対してきており、知人で政党指導者のベロン・スロイは逮捕された経験も持つ。スロボダン・ミロシェビッチ統治下のセルビアとコソボ解放軍との戦いがエスカレートして、 1996年頃からコソボ紛争に発展し、1999年に北大西洋条約機構が介入しセルビア空爆が実施され、セルビアによる統治はコソボから排除された。国際連合による暫定統治下となったコソボにおいて、初代大統領にはイブラヒム・ルゴバが選出された。セーディウはルゴバの後継として2006年から、 コソボ民主連盟の党首となり、コソボの大統領に選出された。セーディウは、イブラヒム・ルゴバが党首を務めた政党、コソボ民主連盟の有力な政治家であり、ルゴバがガンによって死去すると、その後継として、コソボ議会によって大統領に選出された。国際連合が推進する、基準、多民族社会の実現のために尽力したとして、国際社会から支持される。年、 ウィーンで開かれたコソボチープロセスの会合に首相と共にコソボ側の代表として参加し、セルビアの大統領及び首相と直接対談した。2008年1月9日、セーディウは大統領職を、この選挙でセーディウの再任が認められ、2008年に制定された新憲法の下、無制限に再選が可能な新しい大統領職に就くことが決まった。選挙では、 議会の過半数の賛成が必要であり、第3回目の投票で81議席中61票の賛成票を得た。対するコソボ未来同盟の内部マロックは3つの少数、政党の支持を得て、第1回投票では37票を獲得している。第2回投票では過半数に1票足りず、第1回と同様に37人がマロックに投票した。 同日に行われた第3回投票で、政流が過半数の賛成を得て、当選となった。2010年9月27日に大統領を辞任した。これは、コソボ憲法裁判所が、コソボ民主連盟の党首が、コソボ大統領を兼任することが、コソボ憲法に反すると判定したことによるものである。2010年11月、 コソボ民主連盟の党首選挙において、イーサムスタファに敗れ、党首の地位からも退くこととなった。ありがとうございます。